これも違った形の違うサーブ、ナイスレシーブ、うまくよく見ていました大塚、こういうプレーですよね、そしてナンバーを狙って返すだけになる、小川が上げて村山です、なんかこうようやく自分らしいスパイクというか気持ちいいスパイクが打てたという感じの、はい、喜びが出てましたよね。そうですね。さあ高橋和樹はよくこう拾ったんですがレセプション、その後取ったのは